はい、ということでですね、今回はですね、インスタ360X3 ですね、今回はあえて360度ではなく通常のアクションカムとしてですね、間の編集を必要としないモードでですね、皆さんにお届けしたいと思っております。はい、皆さんいつもご視聴いただき本当にありがとうございます。こちらのチャンネルでですね、普段はカメラですね、写真や動画とのことを楽しんでおりまして、一緒に楽しんでいっていただける方はチャンネルのご登録をお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、本日はこのインスタ360X3 のですね、通常のアクションカムとして使用できるシングルレンズモードというところの検証比較というのをしていってみてみたいと思います。まあ、この内部の処理だけでどういうふうに映るかというところを見ていただきたいという内容でございますね。でこちらはですね、本日はこの GoPro Hero 11と DJI Osmo Action 3と Insta360X3 と3台持ってきておりまして、すべて音声の方はDJI マイクで収録しております。この辺もですね、あんまりその音質動向っていうのは別の機会にやっているので、今回の検証はあくまでですね、この映像だけというところでですね、ご理解いただければというふうに思いますね。というのあとはですね、その360度モードでは本日はございませんというのをですね、見ていただければと思います。普通のアクションカムとしてみたいな感じで使っていきたいと思いますね。はい、ということでですね、こちら、検証、比較検証をスタートしていきたいと思うんですけど、一つ注意事項ございまして、デフォルト FOV と FOV プラスというモードが2つそれぞれ手ブレ補正内部にありまして、でその設定の違いというのは、デフォルト FOV というのは要はボディ内で手ブレ補正を完結してくれるモードに対して FOV プラスというのは後処理をですね、前提としているモードになるんですね。というですね、違いがあって、デフォルト FOV じゃないと内部でですね、この 4K の収録というのがインスタ360X3 はできないんです、シングルレンズモードだと。ただ今はですね、そのデフォルト FOV モード、本日はこれをメインでですね、検証していこうと思うので、そちらの方で見ていただこうと思っております。ただいまですね、 4K の30フレームの設定となっておりまして、見え方といかがでしょうか。ではですね、続きましてですね、解像度を下げていってみたいと思います。はい、続きましてこちら 3.6K の60フレームですね。先ほどのは 4K30 フレーム、ただこの後は 4K30 フレームのみのですね、一番画質のいいモードで比較していきたいので、まあこの 3.6K60 フレーム、まあそれ以下っていうのは60フレームを上限にですね、ちょっと見ていっていただければなと思いますね。こちらが 3.6K の60フレームになっております。はい、では続きましてこちらが 2.7K の60フレームになっております。まあ、解像感は落ちていくんですよ。ただですけど、設定上の解像度というところで一番ですね、この綺麗に見えたのはファームウェアのアップデートとかの前なんですけど、私はこの 2.7K が一番綺麗に感じましたね。一番使いやすいモードかなと思います。はい、では続きましてこちらが 1080p フル HD のですね、解像度になっております。見え方等はいかがでしょうか。ここまで来るとですね、確か検証した時にだいぶですね、画質悪くなったなっていうのは以前は思ったんですけど、今回もですね、このアップデート度重なって行われているので、違いっていうのを見るのが楽しみです。はい、続きましてですね、画角の比較というのをしていってみたいと思います。こちらがですね、アクション広角というですね、一番画角の広いモードになっております。 4K30fps の設定となっておりまして、見え方とはいかがでしょうか。ではこの後変更していってみたいと思います。はい、続きましてこちらが画角ウルトラですね。ウルトラという画角になっております。先ほどのアクション広角よりもですね、ちょっと狭くなっているのかな、歪みが小さくなっているのかなと思うんですけど、確かですね、ここ名前と少しですね、その画角の広さというのが違った気がするので、改めてですね、今回も見てみたいと思います。はい、続きましてこちらが画角ワイドというですね、設定になっております。見え方等はいかがでしょうか。結構ですね、画角確か変わったと思うので、まあ一番ですね、こう望みに近い画角が画角に設定されるといいんじゃないかなと思いますね。歪みが結構違った気がしますね。はい、続きましてこちらが画角リニアになります。まあ、このモードがですね、私よくその他のアクションカムでも使うと思うんですけど、リニア画角一番ですね、歪みが小さいんじゃないかなという画角になっております。まあ、それでですね、このような画角の変化がありますので、ぜひですね、一つ参照にされてみてください。
はい、それではですね、設定変えまして 4K30 フレームのウルトラっていう画角ですね。こちらはですね、確か画角一番広かったと思うので、こちらで収録したいと思います。それでですね、意外とこのインスタ36も REC3 っていうのは内部処理だと設定できる項目が少ないので、この後色の違いですね、見ていただきたいと思います。ただいまですね、標準でございますね。はい、続きましてカラーモード変わりまして、こちらログという設定になっております。まあ、色味が一番薄いですね。その他のメーカーのこの Vlog とかそういう設定あって、それに近いような色をつけて、使うモードとなっております。まあ、なのでこのままだとちょっと色は白っちゃけたような色になっちゃってるかと思います。はい、では続きましてログの設定のまま色をちょっと整えた映像を皆さんに見ていただこうと思います。 RGB のですね、出力をアップしているだけなので大した手間じゃないので、好みであればこのログで設定しておいて、そのですね、 RGB の出力を上げるという設定で使うと結構色って使いやすいのかなって思いますね。はい、では続きましてこちらカラーモード、鮮やかというモードですね。この鮮やかというモードになると、私はですね、後からちょこっと色を変更して使いたいので、色味が強すぎるなというところで普段はあまり使ってないモードとなっております。こちらもですね、こう参考まで並べて収録しておきますので見比べてみてください。はい、カラーモードは標準に戻しました。それでですね、この項目って一番インスタ360シリーズで大事な項目だと私は思っているんですけど、シャープネスですね、こちらの設定っていうのの比較をしていってみたいと思います。今一番低いモードになってるんですけど、これですね、上げていくとだいぶですね、この細部が潰れてしまいやすくなってしまうというのがありまして、そちらの違いっていうのを見ていただきたいと思います。今一番低い低です。はい、続きましてシャープネス変わりまして設定中となっております。結構ですね、この辺りになってくると私の、色をいじくったりとか画像をですね、こういじくったりするときに細部が潰れてしまっている感覚がありまして、あんまり好みではないなと思って使ったことがあまりない設定となってきております。この後はさらにちょっとその傾向が強くなると思います。はい、こちらがですね、シャープネス高になっておりますね。この状態になると本当に細部っていうのがだいぶ潰れてきてしまっていると思うんですが、皆さん好みのシャープネスはどれでしょうかというところですね。はい、それではこちら設定できる範囲では最後、シャープネス最高という設定ですね。こちらになるとだいぶですね、ベタッとした映像になっちゃってるんじゃないかなと思いますね。こういう風なの後からするのにはいいと思うんですけど、最初からこうだとなかなかですね、その好みの映像に近づけるのも難しくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。シャープネス低いものを上げる分にはできるけど、高いものってもう潰れちゃってるので下げることはできないんですね。はい、続きまして比較できる、おそらくこのデフォルト FOV だと最後のモードになります。ビットレートの比較ですね。今ですね、ビットレート一番高い設定こうだったと思うんですけど、こうビットレートの設定になっていると思います。この後ですね、下げてみたいと思います。はい、続きましてこちらビットレート標準、下のモードですね。この2種類しかないんですけど、違いっていうのはございますでしょうか。見比べてみていただけるといいかなと思います。はい、そうしましたら手ブレ補正のですね、聞き方というのを見ていただこうと思います。こちらがですね、インスタ360X3 はデフォルト FOV だと1種類しかないんですけど、これがですね、このアウトカムでこのように景色を撮影しながら歩いている、普通に歩いている感じになります。で、この後ちょっとジョギングゆっくりですね、してみますと、このような感じの手ブレになります。はい、続きましてこちらリニア画角でのイン側のレンズですね、アウトレンズ、インレンズとありまして、そのインレンズの方で今収録をしております。で、普通に歩いて、手ブレ補正の映像の感じというのを見ていただければと思いますね。はい、というところでいろいろとですね、こう比較検証をしていってみましたけど、皆さんこうインスタ360X3 のシングルレンズモードいかがでしたでしょうか。はい、ということでですね、本日の動画ってこちらで終了したいと思うんですけど、ではですね、こちらのチャンネルではこのですね、カメラですね、写真や動画とのことを楽しんでおりまして、一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録と私の励みになりますので、グッドボタンですね、いただければと思います。またですね、コメントで仲良くコミュニケーションいただけますと嬉しく思いますので、お待ちしております。よろしくお願いいたします。
ということでまたぐるっと元の画角に戻りまして、まあ、それぞれですねアクションカム全部ですね面白いしいいものばかりなんですよ。そういうふうにですねいいものばかりの中でこうその得意なところが違うよっていう感じで捉えてもらえればいいと思うんですね。まあ、GoPro Hero 11だけは私はっきり言ってこの安定感という面で大いに難があると思っているのでそこはですねちょっと口酸っぱく言わせていただこうと思うんですけど、まあ、あの別のですねその GoPro Hero 11のですね、まあ、検証している時にフリーズがまあ3回4回あったかな。でプラスプチフリーズ要は操作を受け付けなくなる時間があるっていうのはですねもうその操作のたびにあるわけなんですよ。これめちゃくちゃストレスなんですねやっぱり。というのはやっぱりこの11台目になってきて安定しないっていうのはいい加減にあの安定をさせてほしいというですね気持ちしかないかなと思いますね。いくら画質が綺麗でも使いたいとき使えなかったらですね本当意味ないんですよ。というのがですね本当に困るなと思います。と同時にこのインスタ360X3 もですね30分に一度収録が強制的に収録停止してしまうというですねというまあ悪癖があったりとか、まあ、そのなかなかですね完璧なものってないんだなって感じになってくるんですが、というですね、まあ、じゃあ使い比べていってその映像の違いだとか使い方とかっていうのがどういうふうに違うかなというのをですね比べてみようという私の好奇心からですねこういうふうに試してみた動画たちになっております。このですねシングルレンズモードはとても扱いがいいので、まあ、多用していけるモードだと思うので一番ですね皆さんこう見ていただければなというふうに思いましたね。はい、ということで本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。バイバーイ。